チャールズ・フォートン・クーリーは、アメリカ合衆国ミシガン州出身の社会学者。ミシガン大学で、経済学と社会学を学んだ後、アメリカ社会学協会の創立メンバーの一人となる。鏡に映った自我の概念で知られる。自我は、幼少時になく、他人と共存する社会の中で育まれるとする。六死の四番目として生まれる。1887年に、 ミシガン州立大学を卒業した後、1年間を同校の機械工学研修生として過ごす。1888年、教師の進めで政治経済学、社会学に戻り、1892年に経済学の教師となる。94年に社会学の教鞭も取り始める。1929年に死去した。社会共同体の中の分配の際に起きる。 不快感という手法で知られる。経験論的観測を重んじ、統計を用いた。時にはが子を観測に使うこともあった。クーリーの最も著名な理論であり、現在の社会心理学でも欠かせないものとなっている。自分から見た他人の自分に対するイメージが自我を作るとされる。クーリーによれば、自我には三つの要素が必要となる。他人に自分がどう映るのかという想像を他人に、 自分の行動がどう映るのかという想像をそれに対する自分の強持や屈辱感などの意識であるという、ありがとうございます。